ファミリーコンピュータファミリーベーシックファミリーベーシックは、ニンテンドが1984年6月21日に発売したファミリーコンピュータの周辺機器の一つ。ベーシック言語を組み込んだロムカセットと、ファミコン本体のエキスパンドコネクタに接続するキーボード、プログラミング教本の3点がセットになっている。キーボード HVC-007 ロムカセットとキーボードの2点を、 ファミコン本体に接続することにより、ベーシックの文法に基づいた簡単なゲームプログラムを自作することができるようになる。組み込まれているプログラミング言語の固有性は、ハドソン開発の不ベーシックをもとに、ニンテンドー、シャープとの3社共同開発だったことから頭文字を付け、NS 不ベーシックとした。ただし、 最終的にはファミコンに大幅に特化したためパソコン用の不ベーシックとは大きく異なる。プログラム実行のために使えるメモリ容量は1982バイトバージョンアップ版のファミリーベーシック V3 では4086バイトでありカートリジ内に SRM で実装され乾電池によってバックアップすることが可能になっている。キーボードの配列はアルファベットに関しては 現在のパソコンやタイプライターと同様の、いわゆる、クワーティ配列だったが、カナ配列に関しては、現在のパソコンで主流のジスキーボードと異なり、50音順に並んでいる。専用データレコーダーの OEM 製品、ゲーム制作体験のためのベーシックという方向性と、そのハードウェア仕様によって、一般的なベーシックとは異なる部分を多く含む、メインモードである、ゲームベーシックモードで、 ゲームプログラミングを行う。それ以外にも、計算式入力による電卓機能のカリキュレーターボード、音階入力による音楽制作機能のミュージックボード、ワードプロセッサのような機能を持つメッセージボード、バイオリズムに基づいた簡単な占いと生誕からの総経過日数の算出をする占いの4つの機能が内蔵された。また、各モードに移行する イントロダクション画面もまるでコンピュータが話しかけてくれるような親しみやすい画面に作られている。ゲームベーシックモードでは、整数演算のみで小数点以下切り捨て、扱うことのできる整数の範囲もマイナス32768からプラス32767まで、文字列の長さは31文字まで、ドット描画機能なしといった機能制限がある。その一方で、 あらかじめ定義されているキャラクター群を自由に組み合わせることにより非常に簡単にスプライトキャラクターや背景画を作ることができ煩雑で面倒になりがちな作業を一手に引き受ける簡易性がファミリーベーシックの大きな特徴となっているステートメントや関数など必要となる標準的なベーシック言語命令も大方備わっているほか直線的な動きであれば簡単に スプライトキャラクターを定義し、動かせるムーブ命令など、独自の命令が多数備わっている。プログラム自体は、ロムカートリッジに一時的に記録できるほか、データの保存および保存したデータの読み込みには、カセットテープを使用する。テープへの読み書きには、別売りの専用データレコーダーもしくは、モノラル録音再生のテープレコーダーが必要となる。この機能は市販ゲームプレイ時に、 キーボードとデータレコーダーを接続することで自作ステージデータ、セーブデータの保存用ツールとして応用された。4つのバージョンが存在することが確認されている。V1.0 のバージョンアップ版である V2.0A 及び V2.1A は出荷時期の違いによる際であり単体発売されていない。また、ロムカセットの色は黒が基本だが V3.0 のみ。 ワインレッド色の外装で成形されている。最初に発売されたバージョン。SC レアル関数が追加。v 2 0 a のバグが除かれたものとされる。ファミリーベーシック V3 として、1985年2月21日にカセットが単体発売された。メモリ容量拡張のためゲームベーシックモードに完全に特化しており、イントロダクション画面なども省略され、 直接ベーシックの画面が起動する。クラッシュ、オート、ON エ,エラー GoTo など多数の新規命令が追加。サンプルプログラムも4つのゲームが収録されており、ベーシックの命令によりラムに呼び出すことができる。サンプルプログラムとして収録されたのは以下の4つである。ゲーム1とゲーム2は BG グラフィックをエディタで編集することで簡単にステージを改造できる。 背の高い専用カセットに電池をセットしなければならず、非常に不安定である。